皆さんこんにちは。今日はフライパンで簡単に作れるオフノラスクを紹介したいと思います。甘い系としょっぱい系の味があるので、おつまみにもおやつにもぴったりです。ぜひ試してみてください。それでは早速作っていきましょう。まずはキャラメルラスクを作ります。フライパンにバターを 20g、 お砂糖を 30g、 小さじ6杯分になります。そして火にかけてバターとお砂糖を溶かしていきます。溶けたらオフを 20g 入れます。そして両面にお砂糖とバターがくっつくように丁寧に絡めていきましょう。この時火が強いとすぐに焦げてしまうので、弱火のまま絡めていきましょう。両面に絡めたら少し火を強くして加熱していきます。色がキャラメル色に変わってきたら火を止めて余熱で加熱していきます。だんだん冷めて固まってくるので、そうしたら完成です。少しだけお塩をかけても塩キャラメルみたいになって美味しいので、もしよければ試してみてください。はい、そうしたらオリーブオイルを 10g、 ニンニクチューブを 5cm ほどフライパンに入れます。続いてはガーリックラスクを作っていきますよ。この時ニンニクが結構飛び散るので気をつけてくださいね。そこにお麩を入れてぐるぐると混ぜて全体に絡めていきます。焦げ目がついてきたら続いて塩コショウで味付けをしていきます。パセリを振りかけたら香りも見た目も華やかになるので、あったらぜひかけてみてくださいね。最後にチーズラスクの作り方をご紹介したいと思います。オリーブオイルをひいたフライパンにお麩を入れます。そして両面にオリーブオイルをつけていきます。両面にオリーブオイルをつけたら火をつけて炒めていきます。粉チーズを 10g ほどお麩たちに振りかけていきます。全体にチーズが絡まったら塩コショウで味付けをしていきます。コンソメやカレー粉でも美味しいので
ぜひ試してみてくださいね。